DA16 でキャリートラック、今回ねエンジョイルオイルエレメント交換していきたいと思います。まずねこれですね、こいつをね浮かしてもらってフックを外す。で助手席側はねそのままね浮き上がります。こんな感じです。でオイルのね入れるところ、ただのねこのゴムキャップになってます。でね運転席側ね2箇所ですね。でシートをね倒す、で上に上げる。あとはね紐ですね、引っ掛ける。でこっちはね、ゲージです。で上げてねオイル抜いていきます。で上げました。でね上げてねずっとね奥に行くよりもね運転席のね後ろかから行ったらね早いです。よし、オイルエレメントレンチね63、よし、よし、いけるかな。で一回ね下ろしてみます。下ろした方がねよく抜けます。何回かね上げたり下ろしたりしてね30分ぐらい抜きます。で運転席側にねウォーシャー液、薄めたねウォーシャー液無料です。クーラントね、ここです。助手席側です。で、少しね、足らないのでね、クーラントコースターに補充します。半分ぐらいです。ここ、サブタンクですね。ラジエーターのね。で、メインはここから入れます。今ね、20分ぐらいして上げました。出てきます。曲げたり下げたりね、して、まあ30分経ったとこぐらいから行きます。30分以上ね、経ちました。で、このオーリングをね、パッキンとかね、オイル塗って、で締め付けはね14-5ニュートン、まあ、作業車なのでね17でね締めました。よし、でね締まってるかね確認。
してます。で、奴隷のね、罰金変えて、で、締め付けはね、35。で、ホンダのね、分厚いパッキン入れてるのでね、38ぐらいでもいいです。で、まあ締まってるかね、確認。締め付けないように。オイル漏れね、点検するために、ね、きれいに拭きます。下ろしてね、オイル入れていきます。で、オイルね、3リッター入れます。3リッターでね、ちょうどです。これでね、30分ぐらいねエンジンかけていきます。でね、オイルランプね、消します。これ5000キロまたは半年かな。で、つきます。オンにしてね、このオイルがついてる間にね、このトリップね、長押しで点滅します。で、離します。もでね、今もう一回押そうもだけどね、もう一回押さなくても大丈夫です。このね、オイルランプ消えました。まあ、30分ぐらいね、エンジンかけていきます。タイヤはね、新品に変えたのでね、今回はね、しません。メタルコンパウンドでね、軽くね、磨いてます。まあ、反対側はね、同じようにするので、ね、省略します。30分ぐらいね、かけました。上げてね、オイル漏れ見ていきます。まずね、エレメントです。大丈夫です。次ね、ドレンです。大丈夫です。またね、最終チェックはね、後でしときます。で、下ろしてね、ちょっとオイルの量見ます。3分ぐらいね、置きました。注意したぐらいかな。まあ、ちょっとね、様子見てね、まあ、3.1 ぐらいなのか、まあ、3リッターなのか、まあ、この辺はね、抜いた量でね、入れる量がね、変わるのでね、それはね、抜いた量でね、調整してください。とりあえずまあ3から 3.1 です。
シートはねまた後で下ろしておきます。今回ねキャリートラックのねエンジンオイル、オイルエレメント交換していきました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。